入社時配属先で自己紹介するはじめまして加藤と申します何もわかりませんが一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします吉田ですよろしくお願いしますわからないことは遠慮せずに何でも聞いてください実用会話2移動後 配属先で自己紹介するこの度こちらにお世話になることになりましたコールと申しますわからないことも多いと思いますがよろしくご指導のほどお願いいたしますこちらこそよろしく頼むよ君結構やるらしいじゃないか土屋さんから聞いたよえ土屋課長ご存知なんですかああ私と同期なんだ君のことはよく聞いてるよ 実用会話3取引先で自己紹介するいつもお世話になっております日本国際通商営業参加の原田ですお電話では何度もお話ししていたんですがお会いするのは初めてですねご挨拶が遅れまして失礼いたしました今後ともよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたしますなんだか初対面じゃないみたいですね 2. 人を紹介する実用会話 3. 新しい担当を取引先に紹介するいつもお世話になっております実は私、今度大阪へ転勤することになりましてご挨拶方々、本日は公認の者を連れてまいりましたそれはそれは、ご丁寧に初めまして、今度御社を担当させていただきます 横尾と申しますよろしくお願いいたします浅井ですよろしく担当の方がずいぶん若返りましたねええー、若いですけどしっかりしておりますのでよろしくご指導のほどお願いいたします今後ともよろしくお願いいたします実用会話5新人を紹介する今日から仲間が一人増えることになった 横浜の営業所からうちの課に移動になった加藤君だわからないことはみんなに聞いて一日も早く慣れてほしいじゃあ加藤君。はい今度横浜営業所からこちらに配属された加藤ですこちらのことは全然わかりませんので皆さんに迷惑をかけることになると思いますが一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたしますはじめましてリュウです 私も昨年こちらに来たばかりですので、ちょっとだけ先輩ですけど、一緒に頑張りましょう。はい、よろしくお願いいたします。どうも、土山です。この中で一番古かぶかすら、ここのことは大体わかっているつもりですけど、まあ、何でも聞いてください。三久しぶりに会った時の挨拶 実用会話1取引先と久しぶりに会ったどうもご無沙汰しておりますああどうも久しぶりですね夏休みはいかがでしたどこかへいらっしゃいましたかええ久しぶりに妻と北海道へそれはそれは実用会話2海外赴任している同僚が 一時帰国したよう、久しぶり。元気だったうんあっちはどういや、大変だよ体持たないよ本当？奥さんどう今回は一緒に帰ってきてるけど、向こうが気に入っちゃったみたいでさいいじゃないか。奥さんがノイローゼになっちゃって、帰国した人もいたらしいぜああ、知ってる。でもこっちがノイローゼになっちゃいそうだよ そんなに忙しいのかああ今回ちょっと増員を要請しようと思ってるんだ年年末年始の挨拶実用会は1冬休みでアメリカに帰る同僚とあの明日からアメリカに帰るんでしばらく会えないけれど元気でね。 あら、そう。いいわね。いつ帰ってくるの？年明けの十日頃かな。そう、じゃあ、とりあえず良いお年をね。楽しんできてね。どうもありがとう。三上さんもね。五。挨拶の後の短い会話。実用会話一。春一番が吹いた日に。 おはよう。おはようございます。すごい風ですね。ええ、春一番ですよ。春一番なんですかそれ。ええ、その年初めて吹く強い南風のことです。へえ、そうなんですか。毎年今頃吹くんですかいいえ、今年は今までで一番早いんですって。今日はずいぶんあったかいでしょああ、そう言われればそうですね。 4月上旬の陽気だそうですじゃあもうこれからは春なんですね実用会話2以前勤めていた会社の先輩に久しぶりに会ったお久しぶりいやあご無沙汰していますどうだいそっちはボーナスちゃんと出たかええ、おかげさまでいいよな 景気に左右されないところはそちらはいかがですか相変わらず出張が多いって伺ってますけどまあな、仕事だけは多くてねいいんだか悪いんだか今年も正月はタイで迎えたよ奥さんも大変ですねいや、もう慣れちゃったんじゃないか6 喜んでもらう言葉実用会話1嬉しそうにしている先輩を見て坂上さん、何かいいことでもあったんですかえわかるそりゃそうですよ。さっきから思い出し笑いなんかしちゃっていつもの坂上さんと違いますよそうなんだよ。実は子供が生まれてね本当ですか だってこの前、来週だって言ってたじゃないですか。そう、予定が早まってね。それはおめでとうございます。それで、どっちですか男の子だよ。それが、鼻は僕に似ててね。目と口は、女房にかなああ、もう親バカが始まっちゃって。顔の筋肉、緩みっぱなしですよ。実用会話3 社内会議の報告書を課長に提出する。課長、報告書をできましたが。おお、できたか。ちょっとそこに置いといてくれ。後で見とく。はい、わかりました。じゃあここに置いときます。しばらくして。スワンん、ちょっと。はい。報告書読んだよ。やっぱり日頃日本語の勉強をしているだけあってよくできてるよ。 スワンさんは社内の日本語イブニングクラスでももう上級にいるんですよへえ、そりゃすごいどうもありがとうございますこれ毎月総務から出席状況の報告があるんですけど彼はほとんど欠席なしですよそう頑張ってるんだいえ大したことじゃありませんあ実はご報告が遅くなりましたが この前の日本語能力試験で一級に合格したんですそりゃ素晴らしいいえ、とんでもございませんそんなに褒めていただいて光栄ですどうもありがとうございます本当大したものですよもうスワンさんは日本人と同じですねいえ、そんなことはありませんまだまだです七、慰める言葉 実用会話1夜8時になってもまだ仕事をしている梶原さんまだ終わらないんですかああもう少し残っていくよそれよりサイモンさんこそ帰ったら僕に遠慮しなくていいからええでも梶原さん毎晩遅いんでしょあんまり無理しないでくださいよ体壊したら何にもなりませんから 締め切りが明後日なんだよ。もう少しなんでね。何か私にできることがあったら言ってください。お手伝いしますよ。ああ、ありがとう。今日の具合で明日少し頼むかもしれないな。いいですよ。遠慮なく言ってください。先輩のためなら何でも引き受けますから。すまんな。実用会話2。 取れそうだった契約が流れてしまったはあ、うまくいかないなどうしたのいや、例の西言商事の件だよああ、あれか今さらジタバタしたってダメなんだしまあ、諦めが肝心ってとこだよだけど、一年半も通ったんだぜ契約までこぎつけると思ったんだけどなまったくだよ ただ相手が悪かったな山口物産だろあそこは西言商事とは付き合いが長いみたいだからそれにしても木島課長大丈夫みたいなこと言ってたろだから課長じゃダメなんだよあそこはもっと上の人に話を通していたんだよきっと部長とかもっと上のやっぱり山口物産とうちとじゃ格が違うのかな そんな寂しいこと言わないでよ。そうじゃなくて、我々の推しが足りなかったんだよ。そう考えなきゃ、この仕事やってられないぜ。うん。そうなんだけど、ただなんとなくすっきりしないな。しょうがないさ。相手が悪すぎたよ。それより、また頑張ろうぜ。まったく。この一年半は何だったんだよ。課長の顔まともに見られないぜ。 課長だって分かってくれるさあ8.1日の別れの挨拶実用会話 1. 書類を届けに行く下村さん早くこの書類持っていかないと先方さん待ってるよはいはいこれもうちょっとで終わるんでそんなの後でいいから 早く早く。わかりました。じゃあ、支度します。頼むよ。私からもよろしくと言っといてくれ。はい、承知しました。戻りは多分四時頃になると思いますが。わかった。とにかく終わったら連絡してくれ。はい。じゃあ、行ってまいります。あ気をつけて。九しばらく会わない人への挨拶 実用会話一大阪に英転する上司に江口さんご英天おめでとうございますいやありがとう大阪支社の副社長になられたんですってああ大したもんですねますますのご活躍をお祈りしておりますいやどうもだけど単身赴任だからね大変だよ実用会話二 長期の海外出張が決まった取引先の営業マンが挨拶に来た。いつもお世話になっております。実は来週から1ヶ月の予定でイギリスに行くことになりましたので、本日はご挨拶に伺いました。それはご丁寧に。それでですね、その間こちらの鈴木が御社を担当することになりましたので、何かありましたら鈴木にお申し付けください。 わかりました。寺島さんも気をつけて行ってらしてください。どうもありがとうございます。実用会話5退職時に部長、長い間本当にお世話になりました。おお、今日か。ええ、今日で退職することになりました。長い間ご苦労さん。そうか、残念だな 韓国に帰るんだってはい。向こうでも頑張ってください。どうもありがとうございます。部長もお体に気をつけて。うん、ありがとう。韓国は近いですから、ぜひ遊びにいらしてください。ご案内いたします。十、お礼とお詫び実用会話一。母親の葬式の 手伝いに来てくれた同僚に先日は母の葬儀のお手伝いに来ていただいてありがとうございましたいえいえそれより大変でしたねお休みのところわざわざ本当にすみませんでしたそんなにおっしゃらないでくださいこれつまらないものですけれどああ困りますそんなことされちゃ いえ、ほんの気持ちですからそうですか、帰って申し訳ありません実用会話4お客様が約束の時間に遅れてきたどうも大変申し訳ありませんでしたお約束の時間に遅れましてどうかなさったんですかええ、実はタクシーで来たんですが首都高で事故っちゃいましてね え大丈夫だったんですかええ、接触事故だったものですからただ、どうしても連絡が取れませんでいいえ、ご無事で何よりでしたねええ、ありがとうございます今回のことで私も携帯電話の必要性を実感しましたねそうですね、今日は大したことなくて良かったですけどどうしても連絡を取らなくてはならないということもありますからね 実用会話5同僚の書類の上にインクをこぼしてしまったごめん、相川さんえどうしたのインクこぼしちゃったこれえ嘘。ひえー、これ時間かかったんだぜすいませんしょうがない、やり直そう今日、昼飯おごるからうん、そうしてよ うなぎの特上ね11冠婚総裁実用会話1近々結婚する先輩にあ、足立さん、結婚するんですってねどうもおめでとうございますどうもどんな方なんですか奥様になる方って女の人だよ じゃなくて、どこで知り合ったんですか大学のクラブの後輩なんだえー、そうなんですか今、お仕事はしてるんですかああ結婚しても続けるんですかしばらくは共稼ぎじゃないかなうちの会社、給料安いだろそうですね実用会話三。最近、父親に不幸のあった取引先が 来社したどうもお久しぶりですお久しぶりですお元気でしたかええあのー、お父様のことを伺ったんですがあどうも何も知りませんで失礼しましたいえ実用会話四。亡くなった肉親のことを尋ねてしまった青木さんのお母さんって今おいくつ 母はね、去年亡くなったのああ、ごめんなさい、悪いこと聞いちゃってうん,うん、気にしないで本当にすいません大丈夫よ、それよりなんで母のことなんか聞いたのあ,あ、別に大したことじゃなかったんだけど実用会話5初めて男の子が生まれた上司におめでとうございます 男の子だったそうですね。お名前はもう。いや、待望の男の子でね。周りがうるさくて、なかなか決まらないんだよ。2> 第二章。電話の応対。一。電話が鳴った時の対応。二。電話をかける。 実用会話1夜遅くかけるスター電機 PR 課ですロ労働通信の佐々木ですがスみさんあはいこんばんは遅くまで頑張ってますねいえここんとこだけなんですけどねすいませんが吉田さんいらっしゃいますか実用会話2昼休みにかけるスター電機でございます 広田予想の西川と申しますが、お昼時に申し訳ありません。いえ、いつもお世話になっております。恐れ入りますが、渡辺さんお願いしたいんですが。実用会話4親しくしている取引先にかける東京電線です。あ、松本さんですか。ラーソンです。ラーソンさん、こんにちは。久しぶりじゃないですか。で、 今日は注文ですどうもありがとうございますでご注文は何ですか今ファックスで送ったんですけどああ、来てますよちょっと待ってくださいはいわかりましたどうもありがとうございます明日には発送できると思いますわかりましたそれからこないだはお土産をいただいてありがとうございましたいえいえとんでもない それで、ハワイは何日間行ってらしたんですか ?1 週間ですよ。仕事が5日間で休暇が2日間ってところですか。よかったですね。私もそんな身分になりたいですよ。あチョコレートみんなでいただきました。おいしかったですよ。それはよかった。じゃあ部長さんによろしくお伝えください。はいわかりました。またこちらにもいらしてくださいね。ありがとうございます。では失礼します。 失礼します3電話を取る実用会話1欠けてきた相手が誰かわからない場合 ABC 商事のデュポンですがお世話になっていますこちらこそお世話になっております営業二課の山野様いらっしゃいますかはい私ですが 実用会話2よく知っている相手と話す場合ハート自動車販売湘南営業部でございます横浜自動車のキムですが本田さんですかああ、キムさん、細川です。本田はちょっと席を外してますがあ、細川さんですか先日はどうも4取り次ぐ 実用会話一、同僚が出先からかけてきたはい、柴田電機営業本部四課でございますあ、大平ですけどあ、お疲れ様ですあの、まだ出先にいるんだけど、課長いるお待ちください電話を保留にして課長、大平さんから五番です実用会話三。 取り継ぐ相手を確認する「ABC 商事でございます城南トラベル」の富山と申しますがいつもお世話になっておりますこちらこそ恐れ入りますが渡辺様お願いしたいんですが渡辺は2人おりますが女性の方なんですけどあわかりました少々お待ちくださいお電話変わりました渡辺ですが。 城南トラベルの富山ですが。五。取り次げない場合。実用会話一。その日に戻る場合一。営業二課の山野様いらっしゃいますか。山野は本日取引先を回っておりまして。記者は午後五時の予定になっております。 それではまたその頃お電話いたします実用会話3数日帰らない場合ただいま海外出張中なんですが出社のご予定は何日ですか来月6日の月曜の出社になっておりますそれではこの件をお分かりの方他にどなたかいらっしゃいませんか 実用会話4取り継ぐべき相手が他の電話に出ている申し訳ありません他の電話に出ているんですがすぐ終わりそうですかたった今かかってきたばかりなのでじゃあちょっと待たせていただきます実用会話5改めてかけ直してきたが まだ目的の相手は話し中だった。まだ長くかかりそうですか。何とも申し上げられませんが、お待ちになりますか。いや、私もこれから出てしまうんでね。そうですか。ちょっとお待ちいただけますか。メモを渡しに行く。電話を保留にして。もうすぐだから、ちょっと待っててもらって。お待たせいたしました。終わりそうなので、 このままお待ちくださいあ、どうも実用会話7取り継ぐ相手が出たがらないお待ちください電話を保留にして取り継ぐ相手に青山さん、平川障子の太田さんという方からですえ、いないって言って今日一日中出てるってお待たせしました申し訳ありません 青山は本日一日中取引先を回っておりましてあ、そう何時頃お戻りですか本日は多分戻ってこないと思うんですがただ出先から電話が入ることにはなっておりますがそうじゃあ電話があったら明日こちらにご連絡いただきたいと伝えてくださいわかりました伝えておきます念のためお電話番号をお願いします 実用会話8連合を頼む平川障子の野口ですが松尾部長はいらっしゃいますかただいまちょっと席を外しておりますがあそうじゃあね支給電話をいただきたいんですがこれから他の部屋に移りますんでちょっと控えてもらえますかはいどうぞ1533-9871 こちらにかけていただきたいんですがわかりました伝えておきます六、本人に代わって応対する実用会話一。夜八時自分以外は全員帰ってしまったはいシスター工業広報部です小野田産業の早川と申しますが 布施さんいらっしゃいますか今、私しかいないんですがもう皆様お帰りですかはいみんな帰りましたもう戻られません戻らないと思いますじゃあ伝言お願いできますかすみません私はまだ日本語がよくわかりません英語ができますか困ったなあ。 英語は苦手だなできません。じゃあ、簡単な日本語でお願いします。わかりました。伏瀬さんにお電話いただけるように伝えてください。伏瀬がお電話するんですね。はい、そうです。いつすればいいですか明日の朝一番にください。明日の朝9時でいいですかはい、お願いします。 すみません。お名前をもう一度お願いします。小野田産業の早川です。小野田産業の早川様ですね。わかりました。私、カルロス・ペレと申します。伝えておきますので。じゃあ、よろしく。はい、失礼します。実用会話2出先の上司から緊急の伝言を受けた。 労働通信広報部ですスター電機の朝岡と申しますが御社の池永様と11時に待ち合わせをしておりましたところこの時間になってもお目にかかれませんのでそちらにお電話差し上げたわけなんですがああはい先ほど池永から電話がありました電車の事故があったのでお約束の時間に間に合わないかもしれませんでも必ず参りますので そこで待っていてくださいと伝えるように頼まれましたわかりましたじゃあもうしばらくお待ちいたしますご迷惑おかけしますがよろしくお願いいたします実用会話三出先の営業マンに連絡を取るように言われた申し訳ありません岡林はただいま出ておりますがそうですか 実は急いでいるんですが連絡つけてもらえませんかええじゃあちょっと連絡取ってみますのでじゃあ支給お願いします30分後すみません先ほどお電話いただいた平川障子の工藤ですがあどうも電話入りましたそれがまだ連絡ないんですいかがいたしましょうそうですねしょうがないですね 申し訳ありませんわかりましたまあとにかく待っていますからお願いしますね実用会話四。相手の話が分からず変わってもらうクリスさんお願いしますはいお待ちください失礼ですが佐野と申します電話を保留にしてクリスさん二番にお電話です 佐野さんという方佐野さんはい、すいません電話に出てお電話変わりましたクリスですあ、どうも早速ですけど例の春キャン銀座の保護店で OK だそうですあ、ちょっとどちらの佐野さんですか作報道の佐野ですけどちょっとお待ちください電話を保留にする こ玉さんこの電話よくわからないんですけどちょっと変わってもらえますかええいいですよ電話に出るすみません今のもの日本語がよくわからないものですからお電話変わりましたええ、そちらダイヤ企画さんじゃないんですかええ、違いますがあどうも失礼いたしました間違えましたあどういたしまして 電話を切る。何の電話だったの間違い電話だよ。多分あの人、クルスさんお願いしますって言ったんじゃない日本人の名前にもクリスってあるのクルスっていう名字がある。珍しいけど、おかしいよね。七、間違い電話実用会話2 部署を間違えてかけてきたすみませんが操作についてお聞きしたいんですがこちらはソフトウェア事業部でしてあのお客様のご要件はサポートセンターで承りますサポートセンターは直通の番号がございますおれ入りますがそちらにおかけ直し願えませんでしょうか番号は 実用会話3相手が間違い電話に気づいていない1山崎さんお願いしますヤギですさっきお電話いただいたそうで山崎ですかこちらには山崎という名前のものはおりませんが失礼ですがどちらにおかけでしょうかお宅ジャパンシステムサービスさんじゃありませんかい,いえこちらは ジャパンサービスシステムでございますがあら、ごめんなさい、間違えました実用会話四、相手が間違い電話に気づいていない2 JTP でございますあの、お宅の表計算ソフトを買ったんですけどはいその、インストールがうまくいかなくてお聞きしたいんですが あの大変申し訳ありませんがこちらは広告代理店なんですけれどもえでも JTP さんでしょええ確かにそうなんですが同じ名前の会社が都内に2つあるんですよもう1つの方の会社ではないでしょうかあそうだねいや申し訳ないいいえお役に立てませんで失礼します 八相手の声や名前がはっきりしない実用会話一相手の名前を確認する JPT の山本と申しますが浜本様ですかいいえ、山本ですあ、失礼いたしました。山本様ですね実用会話三相手の声が聞き取れない アンドリューさん、川原ですけど、今渋谷です。はいもしもし。もしも,し,も,し,もし。聞こえますか川原です。あ、川原さん。お疲れ様です。今どちらですか渋谷なんですけど、あのー、何か電話入ってますかもしもし。川原さん。すみません。もう少し大きい声で。 何か電話入ってますか？いいえ、今のところはありません。わかりました。じゃあ今から戻ります。九、その他の電話のトラブル。実用会話一、望まれざる電話一。TIC トラベルの春日と言いますが、大塚さんですか？ はい。おめでとうございます。はあなたは2000名の中から選ばれました。アメリカ旅行のチャンスです。ああ、そういう話には興味がありませんので。えよろしいんですかすいません。急ぎの仕事がありますので。実用会話3転送の操作を間違って切ってしまった。 山手生命のつゆきですが、今、総務の土井様宛てにつないでいただいている途中で、切れてしまったんですが。大変申し訳ありません。もう一度お繋ぎいたします。実用会話四、社員の自宅の電話番号を教えてほしいと言われた。それで、山本部長のご自宅の電話番号を教えてもらえないでしょうかね。 山本のですかあの、私には分かりかねますので、少々お待ちいただけますか電話を保留にして近くの同僚にちょっと、変な人からなんだけど、部長のうちの電話番号を教えるだってよく分かんないんで変わってもらえるお電話変わりました。どういったご要件でしょうか部長さんと直接話したいんですけどね先ほどのものも申したかと思いますが 山本は本日外出しておりましてこちらには戻らない予定なんですがあのね昨日から何回も電話くれるように頼んでるんだけどねちゃんと伝えてもらってるのかなええー、それはもちろんじゃあ何部長はかける気がないってことだねいえそんなことはないと思いますじゃあ部長の自宅の電話番号教えてよ申し訳ありません 規則で社員の自宅の電話番号はお教えできないことになっているんですが規則山本から連絡が入ると思いますので必ずお電話させるようにいたしますまったくね失礼だけどは、あ、佐藤と申します第3章依頼1依頼する依頼を受ける 実用会話1ワープロでの文書作成を依頼する中村さんちょっといいですかこの原稿なんですがはい3時からの会議なんだけれど急にクライアントが来ちゃってワープロ終わりそうもないんですよそれで続きを打ってもらいたいんだけどお願いできますかえ何枚ですか全部で5枚なんだけれど 今、ここまでだから、あと二枚なんだけど。ええ、いいですよ。忙しいのにすみません。お願いします。実用会話2仕事を取りたがっている友達に会ってくれるように頼む。部長、ちょっとよろしいですか。はい。あの、今度のイベントの広告代理店のことなんですが。ああ、 君担当だったねええ、それで実はイギリス人の友達なんですが日本で広告代理店に勤めていまして送迎堂という会社なんですが送迎堂ね聞いたことないねあまり大きいところじゃありませんので今テレビでやってる「カツラ」の CM ご覧になったことありませんあれそこのなんですけどー、うんそうなんだ。 他にも23流れてると思いますけど会うだけでも無理でしょうかじゃあちょっと営業に聞いてみるか依依頼頼をを断断るる実用会話1コピー取りの依頼を断る早川さんコピーお願いします。 すすいいませせん、ん今ちょっと手が離せないんですが離なで会議が3時から始まるんで急いでいるんですがあの部長から急ぎの仕事を頼まれてて3時ごろまでかかると思うんですけどそうですかあの橋本さんなら大丈夫じゃないでしょうかあそうですかじゃあ橋本さんに聞いてみます実用会話2。 部下から紹介希望の依頼を断る。メイソンさん、さっきの代理店のことなんだけど。ええ、どうなりましたうん、難しいようだよ。新規の参入は。ああ、そうですか。やっぱりね。友達にはよろしく言っといてよ。またの機会に、ということで。三。 催促する。実用会話1。作成を約束した資料の催促をする。すみませんが、何？月曜日までにいただけることになっていた資料の件なんですが。あ、あれ。もうちょっと待ってくれる？いついただけますか？うーん。今日中に何とかすればいいかな。 ええ、お忙しいところ申し訳ないんですけどこちらもちょっと急いでるものですから分かったできるだけ早く持ってくからごめんねいいえじゃあよろしくお願いします実用会話2貸したたお金の催促をする三浦さん、連休はどうだったああ友達と海へ行ってね いい天気だったけど、すごい渋滞で、帰ってくるのに6時間もかかっちゃったよそう、大変だったのねあのさ、何か忘れていないえなんだっけこれこれ指でお金の形を示してごめん、完璧に忘れてた返そうと思って別にしといたんだちょっと待って はい、これどうもありがとう悪いね遅くなっちゃってなんか催促しちゃったみたいでうんんこっちが忘れてたんだから第四章注会話1電話で注文する。 ピザの注文をするすみませんピザ注文したいんですけどメニューがないんではいそれではサイズの方は10インチと12インチがございますがじゃあ12インチでお願いしますはいそれから生地の方はクリスピータイプとパンタイプがございますがどちらになさいますかククリリススピピーータイプの方クリスピーですねかししこまりまりた トッピングは何になさいますかえっとマッシュルームとピーマンとペパロニとオニオンのが1枚それからトマトとピーマンとオニオンとコーンとアンチョビのが1枚それでダブルチーズっていうのはできますはい、できますじゃあ両方ダブルチーズにしてくださいはい、ではご住所とお名前の方をお願いいたします 2. 予約する実用会話 1. 電話で宴会の予約をする宴会の予約お願いしたいんですがはい、日にちと人数お願いします12月4日、20人なんですがお一人様5000円のコースと7500円のコースがありますお飲み物はどちらもお一人様2本です ちょっと予算オーバーしちゃうなじゃあちょっと考えてまた電話しますはいそれじゃあお待ちしています実用会話に飛行機の切符を予約するはい全国航空予約センターでございますすみません11月20日の4時発の福岡行き1枚お願いしますはい 十一月二十日、十六時、福岡行きですね。恐れ入ります。往復でございますか。はい。お帰りは。はい。お帰りですか。あの、お帰りの便は、いつがよろしいですか。ああ。十一月二十二日ですけど、最終便は何時ですか。二十時五十分です。そうですか。じゃ、あ往復じゃなくて、片道にします。 かしこまりました。おタバコは。すいません。あの窓側の席の方がいいんですが。かしこまりました。お名前、お年、それからお電話番号をお願いいたします。ジェームス・ホブソン、25歳、03の1234の5678です。ジェームズ・ボブソン様、25歳、03の 一二三四の五六七八ですね。いえ、ジェームス・ホブソンです。失礼いたしました。確認いたします。ジェームス・ホブソン様、二十五歳、ゼロ三の一二三四の五六七八、十一月二十日十六時発福岡行きゼロゼロ三便。お客様のご予約番号は。 四四四です。ありがとうございました。お願いします。第五章誘う一誘う誘いを受ける実用会話一送別会に誘うねえリーさん今週の金曜なんだけど。 猪瀬係長の送別会があるの知ってるよねええでも先週返事しましたよ富永さんも無理だなって言ってたじゃないですかうんそうなんだけど実はもう店に予約入れちゃったんだけど人数集まらないらしいんだよええ、だって係長の送別会でしょなんでみんな行かないんですかうんほら係長もああいう人じゃない だから女の子たちが行きたがらなくてそれでね僕と桜井さんは何とか都合をつけて行くことにしたんだけどリーさんも一緒に行かないうーん今週の金曜日ですよねそうですねちょっと予定を調べてみます今日中に知らせますからうん待ってるよ2 誘いを断る実用会話1スポーツ大会に出場する誘いを断るビーガーさん、ちょっといい今度のスポーツ大会のことなんですけどはい確か4月29日でしたよねうん、そうなんですけどあのー、ビーガーさんテニス上手いんでしょ課長から聞いたんだけどそれで 僕とペア組んで試合に出られないかなと思ってそんなに上手くないですよ日本に来たからほとんどやってないしそれに負けたら申し訳ないですし大見さんはすごく上手いそうじゃないですか僕じゃ力不足ですよそんなことないよ僕だって最近やってないし他にテニスできる人いないでしょ申し込み明日までだし でも僕じゃ試合やってて足手まといになっちゃいますからあそうそう服部さんもペア組む人を探していましたよえ本ほんとじゃあちょっと聞いてみるか3アポイントメントトメを取る実用会話1電話で訪問する日を決める。 お世話になっております ACC 紹介の倉橋ですがあの先日のイメージポスターなんですがいくつかサンプルが上がりましたのでお持ちしたいと思うんですがそうですか早いですねじゃあ見せていただきましょうかそれでは明日の2時ではいかがでしょうか 2>, 2時はちょっと会議が入っているんででは何時頃がよろしいでしょうか そうですね。それでは、4時ではどうでしょう。はい、結構です。それでは、4時に伺わせていただきます。はい、お待ちしております。失礼いたします。実用会話2新人歓迎会の都合を聞くビーガーさん、今晩空いてますかすみません。今晩は予定があるんです。じゃあ… 明日の夜はすみません。明日は寮で歓迎会があります。あ、そうなの。うちでもしようと思ってたんだけど、リガさんいつ都合がいいですかそうですね。今週は金曜日しか空いていないんですけど。じゃあ金曜日にしよう。開けといてくださいね。はい。すみません。第六章許可 1許可を求める許可する実用会は1先週休んだばかりだがまた休みをもらいたいというあの部長今週の木曜日また有給いただきたいんですがえ先週休んだばかりじゃないか先週も木曜日だったね何かあるのかいええ ちょっと用事があって理由が言えないのかすみません、うん、仕事の方は大丈夫か遅れると困るぞはい水曜日に残業しますからしょうがないな来週は休まないだろうねはい休みませんしょうがないなじゃあいいだろう申し訳ありませんありがとうございます 実用会話に営業車を使う許可を求める課長今から展示会の商品の搬入に行くんですけど結構重いんですよそれでうちの車は使えないかと思ってダメでしょうか車ね営業部が使うだろう空いてないと思うよそれがさっき営業部に聞いたところ3時までならいいって言うんで実はもうキーも借りたんです なんだでも本当に営業部いいってはい曽根課長がそうそれならいいけどでも必ず3時には戻してよあとで言われるからはい大丈夫ですよじゃあ行ってきますはい2許可しない実用会話1出先から 直起するる許可を求める部長すいません今から三崎産業へ行くんですが直帰しても構いませんかえまだ明日の会議用の書類ができてないだろうそうなんですがちょっと用事があって書類は今晩うちでやりますから大丈夫ですでもな会議は朝一だからな僕も一応目を通しておきたいし やっっぱり戻ってくれない誰かに手伝わせれば早めに終わるんじゃないはあ深谷くんあたりにでも頼めば心よく引き受けてくれるんじゃない深谷さんにはこの前も手伝ってもらったしそうたびたび頼むわけにはいかないですよじゃあ根本さんでいいじゃない彼も仕事早いし根本さんそうですね僕から頼もうか いいいえ、頼むのはいいんですけどそんなに時間はかからないだろう、二人でやれば。ええ、時間はかからないと思いますが、やっぱり無理でしょうか、直帰するのは。なんか大事な用事なのいえ、そんなに大事ってわけでもないんですけど。それじゃあ、さっさっさーっと作ってからにしてよ。わかりました。じゃあ、戻ります。 頼むよ3申し出る実用会話1入院した人に代わって仕事を申し出る部長お見舞いに行ってきましたああご苦労さんどうだった長引きそうだって言ってましたそうまいったな 彼がいないと困るんだよなあの部長竹林さんが担当している北洋なんですがやらせていただけないでしょうか竹林さんからはよく話も聞いていましたしそれに北洋の人とは何回も会ったことがあるしえ君が今の仕事はどうするちょうど一段落したんですよですから時間も取れますしうん ちょっと考えさせてくれ。午後には返事するから。はい。お願いします。第七章。アドバイス。一。アドバイスする。実用会話四。薬を勧める。井上さん。どうしたんですか。元気ないですね。うん。 風邪が治らなくて、だるくて最近風邪が流行っていますからねそうそう、バイタルエキスがいいですよえ何ですかそれえ知らないんですかあの、栄養剤って言うんですか高いのも安いのもあるんですけど高いのは結構効くんですよへえどこで売ってるんですかあの手のは薬局ならどこでも でも確か富永さんがいつも買い置きしてたな一本譲ってもらったらじゃあ聞いてみます。に注意する実用会話1ネクタイが仕事向きじゃないと注意するちょっとリーガー君、そのネクタイ。 ちょっと派手じゃないかえそうですか明るく見えませんかいや、明るくは見えるけど、目がチカチカしそうだよ。夜遊びにはいいけどそうですか。いいと思ったんですけど。君には似合ってるけど、仕事柄ね。渋めの方がいいんだよ。そうですね。ロッカーに一本入れてありますから、変えます。 うん、その方がいいな。実用会話3。同僚の格好について言う。ノーマンさんちょっといい。あはい、何ですか？あのー、僕たち営業の仕事ですよね。だから身だしなみには注意した方がいいですよね。ええー、そうですね。あ、僕の格好のことですか？うん。 失礼だとは思ったんだけど。いえいいんですよ。自分でも分かってます。実は、家内が入院してて、ここ3日間、病院から来てるんですよ。え知らなかった。申し訳ない。それで、奥さんはいえ、大したことはないんです。明日退院します。そう。それならよかった。今晩はうちに帰りますから、着替えてきますよ。いやー、 ごめんごめん実用会話4タイプミスを注意する中村さんちょっといいですかこれなんですけどはい何か社名のスペルが全部違ってますよえすみません他のところは大丈夫なのにどうして社名だけ間違えるんですか何か勘違いしてるんじゃないんですか これはまずいですよ。大事なことですから。はあ。この前もそうだったし、もっと気をつけてくれないと困ります。はい。すみませんでした。もう一度打ち直します。実用会話五。仕事中ぼんやりしている人を注意する井上さん、最近どうしたんですか 仕事中も会議の時もぼんやりしてるしこの前は計算が1桁違っていたし今月はまだ1件も取れてないしすみません何か悩みでもあるんですかいえもっとしっかりしてくださいよ今月は決算なんだからはいすみません実用会話8同僚 英語の使い方を教える富永さんあのさっきのミーティングのことなんですけどはい別れ際に先方に確認された時イエスって言ってましたけどああの話、進めるるつもりあるんですかいやそれならイエスって言えばその通りの意味ですからはっきり答えられない時とかその気がない時はイエスって言うとまずいですよ。 そういう意味でイエスって言ったんじゃないんだけど。それは私にはわかりましたけど、日本人の英語に慣れていない人は誤解しますよ。そうですか。じゃあ、何て言えばいいんですか受けるつもりがないなら、はっきりそう言うべきですよ。それがなかなかね。でも、イエスはやっぱり誤解されますよ。英語を話すときは。日本的な発想を捨てなさい。 ですね。3。禁止する義務付ける。実用会話1。使用電話を禁止する。中村さん今の電話は何ですかえ？ちょっと友人と今は仕事中ですよ。そんな何十分も長すぎますよ。はい、すいません。 緊急の電話ならともかく、無駄話をしてる間に報告書書けるでしょ使用電話はやめてくださいよ。はい。実用会話3寄り道を禁止する今までどこに行ってたんですかお使いです。修正機がなくなったんで。文房具屋はすぐそこですよ。5分もあれば帰って来られるでしょ。う。 30分もかからないでしょうえちょっと混んでて混んでるはずがないでしょう。どこに行ってたんですかすみませんちょっと使用でそんなに時間がかかると思わなかったんで全くしょうがないな急ぎのワプロがあったのに前にも言いましたよね寄り道はダメだって分かってたんですけど時間中でないとどうしてもでもね 頼みたいときに、どこにもいないのは困りますよ。一応、禁止なんだし。すみません。今度から行ってけば大丈夫ですよね。えとにかく、はい。これ、早く打ってください。はい。庄司さん、修正液買ってきたあ、いけない。肝心の修正液忘れちゃった。メイソンさん、あの、もう一度お使いに行ってきたいんですけど。またですか。 今度は何ですかあのさっき修正機買ってくるの忘れちゃって先にワープロやってください、急いでるんだからはい、でも富永さんも急いでるみたいだしじゃあいいです、どうぞ行ってきてくださいはい、行ってきます、5分で帰りますから実用会話4電話を入れるように義務付ける リーさんが出社したところですリーさん、昨日車に戻らなかったねはい、出かける前に直帰するって言っておきましたけどそれはいいけど、帰る前に電話の一本ぐらい入れなさいはい昨日君宛に大森産業から電話があったんだよえ、そうなんですか朝一で電話入れることにしたからいいけどすいませんでした 今すぐ電話します。今度から必ず電話入れなさい。はい。第八章情報伝達一説明する実用会話一両面コピーの仕方を説明するどうかしたんですか。え,ええ。 両面コピーの仕方がわからないんです。ご存知ですかええ。簡単ですよ。いいですかまず普通にコピーします。はい。それから出てきたコピーを上下も裏表もひっくり返さないで、そのままここに入れます。ああ、そうですか。わかりました。どうも。あ、ちょっと待ってください。 この原稿と全く同じものを作るんですよねええそれじゃあ原稿はそうじゃなくてこうですああ原稿も上下をひっくり返さないんですねええそうですどうも助かりましたどういたしまして二、報告する実用会話一。 出張の報告をする昨日出張から帰ってまいりましたご苦労さんどうだった向こうの代理店さんはちゃんとやってくれてるのかなそうですね担当の方は真面目なんですけどなんせ基本的な知識がないようで実際の担当者はその一人だけええそうらしいですしかも彼は この商品だけを担当しているというわけでもないんですじゃあほとんど動いてもらってないってことだなそうですね製品も稼働状態になっていなかったしそのことについては私もかなり強く言ってきたんですがそうかじゃあ私からも念を押しておこうええ、お願いしますいやー大変だったね本当にご苦労さんいえでは 失礼します実用会話にイベント参加者に集合場所と時間を連絡するじゃあ他になければそういうことであ、何かあるあの、すみません引き続き連絡事項です明日の教育ソフトフェアについてですが朝8時30分までに JR 山手線の恵比寿駅西口の改札前に集合してください。地下鉄で来る人は JR の乗り換え口の方に出てください。そこが西口です。会場への地図を一応渡しておきますので遅れた人は直行してください。ブースははは正面を入ってすすすぐ右手に見えるはずでで当日の留守番は鈴木さんです 会場の携帯につながらないときは鈴木さん宛にメッセージ伝えてください定期的に会社に電話しますので何か質問ありませんかありませんではよろしくお願いします実用会話四、接待の報告をする電話でお休みのところを申し訳ありません一応 報告しておこうと思いましていやいいんだよで何もなかったかなそれがですねちょっとゴタゴタしましてえチェンバーズさんの奥様が動物愛護団体のメンバーだったんですよそこまで情報が入っていなくてどうも最近入ったらしいですねそれで銀座の扶養亭にお連れしたんですがテーブルには息くりが並んじゃって 顔色が変わっちゃっていやーまずいなそれチェンバースさん愛妻家だって話だからそれがですねこちらが慌てて下げさせようとしたらチェンバースさんがそのままでいいっておっしゃって奥様をなだめてくれたんですよ何度か来日していらっしゃるんで息作りはご存知だってことでしたそれではいそれで奥様は召し上がれないんで 奥様だけは別のものもを頼みましたがしばらくは息づくりをにらみっぱなしでやはり下げるべきだったんじゃないかでもチェンバースさんはお好きだったんですよ奥様もデザートの頃はなんとか機嫌も良くなりましたので明日からの視察には奥様も同行されるとのことですから報告しておいた方がいいと思いまして分かった大変だったねご苦労さんいえ では、失礼します。お休みのところ、申し訳ありませんでした。三言い訳をする実用会話一出勤時間に遅れた言い訳をするどうしたお客さん来ちゃってるぞ。えああ、そうだ。すみません。で、お客さんは誰が 本田さんがやってるけどあ来た来たちょっと高野さんどうしたの大丈夫えー、ちょっと出かけに鼻血が出ちゃっていやだ電話くれればよかったのに高野さんにお客さんが突然来ちゃって今でも終わったとこ新しいソフトのでも見せればいいんでしょええー、すみません今日のお客さんのことすっかり忘れてて。 あ、変わりましょうかうん、うん、大丈夫もうカタログ渡すだけだからそれに鼻の下まだ血がついてるわよお客さんには急用で取引先に寄らなきゃならなくなったって言ってあるから後で挨拶するなり帰ってから電話するなりしたらナイスフォローさすが本田さまったくこっちだってやることがあるんだから本当にすみませんでした今後 気をつけます4聞き伝える実用会話1社内の人事について話すねえねえ高橋さん聞いた何を山崎部長のこと名古屋してんのそうどうしたの解雇されたんだってえー 誰から聞いた名古屋支店に配属された同期から、昨日電話があって。あ、そう。へえ。5. 聞き出す実用会話一。社内で起きている問題についての情報を聞き出す。名古屋支店はどうなっているんですか えあああんまり大きな声じゃ言えないんだけどドロドロってところかなやっぱり業績不振からそうだなだけど中部地区に5つ目の支店作られちゃな、うん、岐阜支店でしょういくら競争のためとはいえ会社も厳しいことしますよねそうだな名古屋支店も 担当エリア減らされた割には頑張ってたと思ってたのにいやすごく頑張ってたよじゃあどうして結局営業マンを引き抜かれたりいろいろされてねそれで食ってかかったらしいんだ専務にそういえば先月の終わりぐらいだったかな山崎部長本社にいらしてましたよねその時だって話だよであそこはどうなるんですか さたぶん岐阜支店が中部の統括本部になるんじゃないのふんそうなんですかじゃあ名古屋支店は九州合併されちゃうわけですねそういうことになるかな6不確かなことを言う実用会話1。 上司の身体問題について噂するで山崎部長どうなさるんでしょうねいやーご自分で事業を始めるんじゃないですかそういうことは木村さんに聞いたらいいんじゃないですかえ木村さんちょっとはい何ですか山崎部長これからどうするのか知ってるああはいどうなさるって聞いた話ですけど 以前うちの会社にいらしたという方のところに行くってことらしいですけど畑田さんのとこだ畑田さんってあの畑田さんああ多分などんな方ですか以前名古屋支店長をしてた人だよ確か畑田さんの時に初めて営業成績が日本一になったんじゃないかなとにかくすっごくやり手だったって噂だよそうそうやり手だったな 支店長を3年で辞めさっさと自分で会社を作ったんだからそれで今はどうなんだろうよくわかんないけど結構順調らしいですよなるほどそれで今度は山崎部長を引き抜いて事業拡大は図っているわけですかやっぱり幡田さんはやり手ですね第9章「意見陳述」 1>, 1. 意見を述べる実用会話1製品のパッケージに関する意見を聞くノイマンさんすみませんが今うちの製品のパッケージに関する社内アンケートを取ってるんですけどノイマンさんは環境問題に熱心だって伺ったんでその方面で意見聞かせてもらいたいんですけど環境問題っていうと リサイクルできるととか、かゴミにならならいとかええそうなんですそんなに熱心っていうわけでもないんですけどねで早速なんですがまずパッケージの材質について伺いたいんですが僕は別に全てを紙やガラス瓶にしなくてもいいと思うんですプラスティック容器ででもいいいっていうことですかええというのはだって壊れにくいし軽いから。 消費者も流通の途中も扱いやすいんですよね。コストも安いし。重くてかさばるなら、輸送にもトラックがたくさん必要になるし、結局、排気ガスをたくさん出してしまうでしょ。プラスティックが問題になるのは、ゴミになったときなんです。だったら、ゴミにしなければいいんですよ。消費者はどういうときに容器を捨てます空になったときですよね。 ええ、ですから空にしなければいいんですつまり詰め替え可能にすすればいいいっていうことですそうすればまたうちの製品を買ってくれるから一石二鳥でしょおまけにうちは環境問題にも取り組んでいるって評判も立ちますしねなるほどねそれはいいですね2評価する 実用会話1新入社員を非公式に評価する今度うちに入った新人の川口君はどうとってもいいですよ仕事の飲み込みは早いし質問もよくします積極的なやつですねこの分だとかなりの戦力になるかもしれませんそれはいいねただし好奇心は旺盛なんですが持続しないというか ほう、秋っぽいのかねそういうのとも違うんですよ。何と言いますか理解力が優れているんで、頭で理解してしまうと、もう次の段階に進みたがる傾向があるようですね。やる気があるのはもちろんですが、やっぱり頭がいいんでしょうね。なるほど。データを与えて作らせた報告書などを見ても、神経質なくらい正確で洞察力も、 こちらが舌を巻くくらいですし新しい環境にもすぐ順応しますほうで研修はどこへ行ってるんだっけ鎌倉の研究所ですもう人気者になっているそうですよああ栗原さんのところだね本人とも一度話したことがあるんですが自分は何でもそつなくこなす自信はあるんだけど器用貧乏で終わらないようにしたいと言っていました 結構謙虚なところがあるんですよだから可愛がられるんじゃないかと思いますうんなかなか面白そうな人物じゃないか先が楽しみだねそうですね将来有望な人物だと思います君にもようやく可愛い部下ができたってわけだな鍛えてやってくれよえビシビシやりますよ三。3 希望する実用会は1出張の前渡し金の増額を希望する今度の大阪出張のことなんですがうん出張の前渡し金はもう少しなんとかならないでしょうか4万円じゃ間に合わないかね最近は地方でもホテル代は上がっていますから下手すると足が出てしまうんですよ。 せめてもう1万円ぐらいは。しかしね、この不景気で経理の方も引き締めがきついからな。行っても無理かもしれないね。この規定はかなり前に作られたものですよね。景気が良かった時は自腹を切っても特に困ることもなかったんですが、ボーナスだって減らされた今となっては、給料日まで生産待ちなんて、こっちの方がきついですよ。だけどな。 この出張前渡し金というのは営業部だけの特例なんだから文句なんか言ったら他んとこと同じようにいちいち仮払い申請しろって言われるのが正規の山なんじゃないかなですからそこが部長の腕の見せどころじゃないですか出張回数が多い部署はその手続きが煩雑だから前渡し金の制度ができたって聞いてますよ5万円ああればとりあえず ホテル選びに苦労しませんからねわかったわかったとにかく部長官にかけてみるが今回はちょっと間に合わないから我慢してくれええよろしくお願いします四、判断決定する実用会話一、翻訳業者を変えるちょっと これ見てくださいよなんだ翻訳料の請求書なんですけど80万なんだこれはええ、今月は発注した量も多かったとは思いますがちょっとひどいですよねああ ITL だろ広報かどっかの部でもそこ使うのやめたらしいぜええそこの翻訳語訳が多いしいつも元の英語と照らし合わせなきゃならないんです ページあたりどのくらいで契約してるんだざっと計算したんですけど、5000円ちょっとですねいや、前から安くはないと思っていたんだがなでも専門書だからそんなもんじゃないのかそんなことないわよ研究室が頼んでるところは3800円って言ってたわよなんだ、そっちの方がずっと安いじゃないかそうですねこんな請求書を送ってくるようじゃ ITL も良心的じゃないですねじゃあ今度からそっちに頼むことにしようかでもうちと ITL は付き合い長いし課長あそこの山道さんと親しいんでしたよね山道さんね知ってる知ってるいい人ですよねじゃあしょうがないですよねいやそれとこれとは別だよこれだけ経費削減いってる時に 5仮定する実用会話1部の移動について話すねえねえ今度商品管理部が移るって話聞いたええでも決まりじゃないらしいですようーんーでももしそうだとしたら営業部とかどうするの混乱するんじゃないそうですよね受注関係なんて 管理部と営業部の連携プレーが要ですもんねほんとどうするんだろうもし移るならどこ行くの第二倉庫の近くって話はちらっと聞きましたけどえ第二倉庫あんな不便なとこもしそうなら通勤かわいそうバスしかないじゃないそうですよね日野さん良かったわねうちの部で はじめは管理部って話も新しいわよ。え、そうだったんですか。六、意見を保留する。実用会話一、得意先の悪い評判について尋ねられる。お前確かあの会社担当だったよな。なんでですか。小耳に挟んだんだけど。 あそこの社長、行方がわからないって本当ええまあでも今まで何回もあったんでそんなのんきなこと言ってて大丈夫なのかよ支払い届こうってないか先月はちょっと遅れたんですけど今月分はまだなのかええ最初の電話は入れてるんですけどねいつもいないって言われるんですよ部長を知ってるのかねええ、一応 うーん資金繰りがつかなくて逃げ回ってんのかなさあどうですかねやばいんじゃないのまあ、今週いっぱいは待ってみようとも思ってるんですけど手遅れにならないように手を打っとかないと何か考えてんのか今週中に返事がなければ乗り込んでいったほうがいいですかねそうだな他は大丈夫なんだろうな 実はもう一件支払いが遅れているところあるんですよ。部長にはまだ行ってないんですけど。ちょっとまずいよそれ。早く行って何とかした方がいいよ。そうですよね。今から部長に話してきます。実用会話にレジャー会員券購入の勧誘を受ける。お忙しいところ。 お時間いただきましてありがとうございます私ホット企画の桜田と申します篠原です早速で恐縮ですがこのパンフレットをご覧ください都内13カ所のスポーツクラブがいつでもご利用できるほか研修や会議休暇に最適なリゾートホテルや各種施設もお電話1本でご利用できるようになっておりますなかなか良さそうですね ええ、ご契約いただきましたお客様からも満足しているというお言葉をたくさんいただいておりますこの法人契約システムは従業員の皆様への福利厚生にお役に立てればと企画されたものです契約しているところが多そうですが予約がいっぱいだとか言っても施設がいつも混んでるなんてことはないんですかええ 毎月各施設をご利用いただいたお客様の調査をした上で新規のお客様にお声をかけておりますのでそういったご心配はご無用です確実にご利用できる余裕がなければ勧誘はいたしておりません私どもでお選びしたお客様の快適さをまず第一に考えておりますのでなるほどねそれでまあこのお値段なんですねええ、ただ 決して非常識なお値段ではないと思いますが。そうですね。まあ、この場では即答できかねるんですが、とりあえずパンフレットだけいただいておきます。はい。ぜひともご検討ください。また改めてこちらからお電話させていただきますので。実用会話三。遺跡になる人について尋ねる 奥寺さん、今度うちに移籍になる今村さんって知ってますかええ、まあセクハラっぽいので女の子たちからソース缶食らっちゃったって聞きましたけど、本当なんですか噂ではね、でもはっきりしたことはわからないのよ前一緒に仕事したことあるけど、そんなことはなかったしでも、嫌ですよね噂だからわからないわよ でも、火のないところに煙は立たないって言うじゃないですか。奥寺さんはそう思わないんですか何話してるんですかああ、野さん。あの、今村さんって知っていますか今度うちに遺跡になるはい。うん、知ってるよ。あの人、仕事厳しいんだよね。でも、面倒見もいいし、いい人だよ。僕もずいぶん教えてもらった。ふん。 今村さんの噂、知っていますか井出さん、やめといたら何？教えてよ。今村さんがなんだってセクハラっぽくて、女の子に嫌われてるって。セクハラ冗談でしょ。あ、でも今村さん、飲むと触る癖があったな。それをセクハラって言われてもね 7. 提案する実用会話 1. 節電について提案するおい、倉庫の電気、つけっぱなしになってたぞ。最後誰だあ、僕です。すみません。そういえば、昨日もついてたわ。それは僕じゃありません。だって木下さん、しょっちゅう倉庫に行くじゃない。だって。とにかく。 最後の人が必ず消すことこういうの、どうそれはいいですねちょっと、まだ何も言ってないじゃないそんなことだから、いつも電気消し忘れるのよまあまあ、でだから、大したことじゃないんですけど倉庫の出口の目立つところに消灯確認の張り紙かなんかしといたらどうかと思ってさすが、鳥山さんだな、年の子でも みんなの目に触れるとこってなると、どこだ木下さんの目の高さのところに貼っておけばいいんじゃないでも、僕の目の高さじゃ鳥山さん見えないでしょ。背伸びしないと。私はそんなの見えなくてもいいのよ。忘れないんだから。僕だっていつもいつも忘れませんよ。じゃあ、さっきはまあまあ、二人とも。とにかくそれやってみようよ、張り紙。はい。じゃあ、私書きましょうか。 うん、頼む。で、木下君みんなが見えるとこに貼っといて。第10章意見交換 1. 説得する実用会話1新製品の価格について説得する今度の新製品の価格設定は ちょっと高すぎやしませんかそうですかでもデザインもフルチェンジしたし新しい機能もたくさんついてるから大丈夫だと思いますバニー社の同機種に比べて2万円も高くちゃ対抗できないんじゃないんですかねそうかなまず今度のはデザインが面白いでしょですから消費者は多少高くても飛びつくと思いますよ大切なのは PR の仕方つまり、いかにこの製品がユニークかをアピールするんですよ営業と広報にもその線で持ってってもらうよう徹底すればいいんじゃないでしょうかそうですねその点を強調すればうまくいくかもしれませんね実用会話3オフィス内の全面禁煙を承諾するえー 準備室を整理してスミスさんの個人オフィスに改造することになって今まで事実上喫煙室化していた場所がなくなってしまうんですけどどうでしょうこの際いっそのこと全面禁煙に踏み切るというのはちょっと待ってください吸わない人にはわからないと思いますがそんなに簡単に決めてしまってもいいもんでしょうかそうですよ禁煙の問題となると いつも吸わない人の権利ばかり取り沙汰されて、喫煙者の権利は無視されるんですから。タバコなんて、百害あって一利なしじゃないですか私の同期でヘビースモーカーの人がいたんですが、配属された研究室が禁煙だったんで、だんだん本数が減って、結局タバコをやめられたって、彼喜んでいましたよ。それは良かったですね。でも、喫煙は思考の問題なんですから、他人にやめさせることはできませんよ。でも、 休憩所に吸いに行くために席を外すわけでしょその間に電話なんかあったら呼びに行かなきゃならないのは私たちのわけですよねそんなのトイレに行ってる場合と同じじゃないですかおいおいちょっと本題からずれ始めたぞでも喫煙場所としたら休憩所しか考えられませんよねそうなると来客の目にもつくことになりますね そうですね。休憩時間ならともかく。それもそうですね。我慢するのは辛いと思いますが、とりあえず努力してもらえたら、やめられるようになるかもしれませんね。まあ、これもご時世かな。禁煙するってきっかけがいるからな。ああ、禁煙もいいけど、タバコやめたら太るそうですよ。俺も頑張るから、一丁やってみようじゃないか。 2. 反論する実用会話に新製品の価格案に反論する例の新製品の件なんですけど何か反則のプランを作ってる途中でやっぱり高いっていう意見が出てきてるんですよああ、ちょっと高めで行こうと思ってるんだがこの製品がターゲットにしてる世代には この価格ではちょっっと負担が大きいいんじゃないかっていうんですうまくアピールして高級イメージを作っていけば受け入れられるんじゃないかね立社者の同期手に比べるとどうしても割高感が拭いされないんですが景気も悪くなったし消費者の財布の紐も固くなっていることですから高級志向だけではもはや通用しないんじゃないでしょうか。うな、ん、なるほどな 1> 第1位 立地者との差別化でできる点がないんですよデザインの斬新さだけしかそれだけじゃ店頭に並んだ時販売員も説明しにくいだろうし最近の若い人も賢くなってきましたからねそうだなちょっと研究の会議を招集するからそこでもう一度説明してもらおうかわかりました実用会話三。 部長から作成したリストに難点があると言われた遠藤君新規のプロジェクトの人員のことなんだけどちょっといいかなはい今参ります部長の席に行くすみませんお待たせしました何でしょうかいや君のリストに須田君が入っていないからおかしいなと思ってねあれだけ営業成績もいいのに 何か問題でもあるのいえ、そういうわけじゃないんですが能力がある社員には十分に力を発揮できる場所を作ってあげるのが上の者の務めだよそうじゃないかなそれはもちろんそうですそれならまず第一に須田君を入れるべきだろええ、ただこのプロジェクトでやりたいのは須田君だけじゃないですし 他にも実力のあるものはおりますし。ですから、リストの5人が最高のメンバーだと思うんですよ。それに、須田君はまだいくらでもチャンスがありますし。そうかね。須田君だけの推しの強さが、他のメンバーにはあるのかね。私にはそうは思えないんだが。推しの強さだけではまずいんですよ。協調性とか、他の面も考えてのことですから。 須田くんじゃちょっと…そうかねまあ今回は君を信用するかお願いしますこの5名に思いっきりやらせてみたいので